ちょっと待った。あっち行ってないのか。そこの橋渡ってね。はい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 。せっかくだし変えて、これでいこう。さあ来なさい。まわいはあるんだけどな。おお、びっくりしたー。あー、でもそういう感じか。あ、ちょっと火力足りないね。上からやね。ほい、ほい。あー、こっちでも十分かな。で、誘い出しましょう。お、まさかさすがに落ちんわな。怖い怖い怖い。なんか怖い怖い。ちょ、強い。しかも武器ない。なんで投げてくるの？今の投げてくるのは予想外だな。ああ、強い。ゴミクズ。あ、バレてないね。よし。いやー、これ武器難しいなー、この武器。あ、ついでに、あれだ。この後ろも。あら、来ないね。いや、でもさ、この、弓で、戦闘を避けてるのはやっぱでかいなと思う。あー、スーパーマ。あー、スーパーマきついな。後ろがすっごい気になるけどね。ここはもういないでしょ、さすがに。うわー、投げてくるねー。マジか。ほい。あー、強いっすね、相変わらず。200、なんかあれかなー。熟練微妙だな。何もない。何もない。おー、なんか広い。あ、入れるっぽいね。なんかいる。これは？この人は？ああ、めっちゃかっこいい。え、なに？こんな装備あるの？お前も火のない灰というやつか。まあいい、忠告してやる。お前がまともなら、棺桶にでもこもっているがいい。ここは亡き者のほか、まともな奴など戦場の名のようなものだ。だがもしお前が奴らと同じ英雄気取りのバカだと言うなら、それはそこの魔教会から先に進むといい。そして悲惨に死ぬがいいさ。心折れるまで何度でもな。なんか嫌なやつやな。これ、攻撃したらやっぱ戦闘になるのかな？この武器いいな。かっこいいよね。かっこいいよね。言いたいことわかるやろ。いやー、まあ開けよう。何もない？おー、待って、なんか動いてる。何も来ない。おー、誰。あれ、ロックオンはできないから？おお。すまぬ考えに乗ってた。私はカタリナのジーク・バルト。実は少し難儀しているのだ。以降は、白樺のそばで大弓にいられたことはね。ある。それがどうやらこの塔の上からのようだ。誰かは分からぬが、きっと話せば分かると思ってな。上に行きたいんだが、どうにか方法見つからぬ。このリフトでは下に生きるだけだしな。どうしたものか悩ましい。あれ？でもさっき、地面なかった。え？上だって上がっていってたよね。いや、気のせいか。まあ、いっか。また上げればいいし。ああ、やっぱ来た。こうね、つまり友情の時間だ。わからんけど。ああ、これで上がれるね。あ、よしよし。よくある仕掛けだね。今なんか、降りれる場所なかった、今。なんか光ってる。ソウルだね。ああ、いいね。おお、これか、犯人。え？あ、話しかけれる。あんたは誰？友情を示す。いつでも万全。これさっき拾ったよね。白樺のところ。ってことは、友情の真摯って言ってるけど、見間違えたらやられるわけだね。そうか。じゃあ降りようか。で、降りるときに、なんかね、一箇所降りれそうなところあったから、ちょっと見といて。よし。いけたね。いいのかな、行って。おお、いるじゃん。おう。以降は先ほどの姿が見えず心配しておったのだ。ゴーのおかげで私も典型が前降りてな。見事リフトのからくりを解き明かしたというわけだ。なははは。よかったことで。あー、なんかいるー。ちょっとセーブポイントないからな。どう先行ったらあるの？いや、同じ道通れってことかな。悩む。行くどうせだから。行こう。こっちには弓があるからね。当たるってか。聞こう、なぜ待てなかった。どういうこと？手伝ってくれるの？だからこうなっては仕方ない。ありがとう。いいっていいででででででめっちゃ頑張ってくれてるんだけどさ、めっちゃ被害受ける。でもいいところあるわ。楽ちん。楽ちん。弓持ってて正解だったわ。はいはい。ガンガンヘッドショット当たるしね。楽。いいのかな、これで。もうデーモンこんな感じででかいんだね。ではさようなら。お疲れ様です。炎の奇跡。最初炎の奇跡はあれしてたのよ。作ったキャラクリの時にも持ってたんだけど、いやまさかここでもらえるとはね。結構貴重なんだね。飛行見事だ。だが無茶はするものじゃないぞ。飛行は火のない灰。火と使命があるのだから。ジークの酒。で、飛行の勇気と我が剣、そして我らの勝利に。太陽あれ。この人太陽の人なの。乾杯。私は少し眠っていこう。腐敗の後はそうと相場が決まっているからな。寝たな。寝るももらえるんだ。せこい。いや、せこいじゃない。もうね、あんなの、勝てるわけないからね。いやー、もう少しでも勝率を上げたい。何かあるかなー。なさげかな。特に光ってないもんね。じゃあちょっと反対側あたり見ていこう。あったあったあった。これはラージクラブ。なんかクラブ系増えたな。そうそう。あれいけそうだね。そしていや、落ちてないね。いやー、無理。オッケー。青ざめた舌。どういうこと？なんか使えるのかな。北シリーズか。どうせ重いからな。60とかなるしね。頭も。そうだね。ちょっと余裕が出てきたら装備するのありかもね。さっきのジークバルトは1から出てるの。じゃあおなじみキャラなんだ。なんか、あの装備はさ、防御力めちゃくちゃ高そうだよね。それだったら、なんかいるわ。耐久型にしてさ、なんかどうにかできそうじゃん。耐久型はね、やっぱ盾使ってて思うけどやっぱいいよ。カット率全部 100% できるならしてみたいね。当たんねえ。でもダメージやっぱ低い。ダメージ低いな。誘いの頭骨、この誘いの頭骨は何なんだろう。投げて砕くことで周囲の敵を、誘い玉ね。じゃあこっちは痛い。地味に痛い。でも縦に切ってくれるからその分結構楽っていうか。なんか今足が見えた。これ絶対落ちてくるよね。いや全然落ちてこれ。はい当たり。はいで他これははい。これもじゃない？いやいやいや、いいね。はい。色が違うからね、わかりやすいよね。ちょっと待った。ね。なんかいるなぁ。あれは。もうセコカロウが行く。いいね。もう一体反応しなきゃ楽だ。でも守るものが特にはないからはい終わり。楽ちん。チュパチャップスダメだから。どういうことどういうこと。いやちょっとやばい。それはやばい。そんな言うてもね、回復ないからね、慎重にいかないと。よし。さあ、問題はこれ。これがさ、嫌な予感がするんだよな。よかったー。青ざめた舌ってそういうことね。青ざめた舌を舐め、が出たから、チュパチャップス舐めすぎたのかなってことね。ごめん、通じなくてごめんね。よし。まあこんなもの体系どう？そんなことないか。いやー、なんかいない？いない？いないね。よし。家があるね。あー、こっちから行けない。あー、でもお宝あった。グリーンの指輪。これはちょっと後で見よう。後で。なんか通れそうな感じにはなってるけど、そういうことではないのかな？もうこれで行き止まり？いや、んなことなかったな。いけるね、なんかね。あー、ダメージ受ける系。ちょっと待った。これ一回装備外すわ。カレイト確か良かったよね。よし。あれ？ちょっと待った。久しぶり見たらだいぶ黒くない？なんか痩せこけたような。気のせいかな。あー、ダメージないし。あ、いいねー。チュパチャップスのやつは拾わんでよかったらしいから。いやー、でもね、やりながらさ、チャットとかもらえると、まあ、公開収録だからね。気分転換ってめちゃくちゃありがたいんだよね。正直なところね。これジャンプ？あ、いいダメージ入る。はい。で、装備しましょう。回復がないって辛いねー。で、フリンが、重量が少ないほど攻撃力がある。あー、まあ、気休め程度っぽい気はするけどね。装備しとこ。ちょっとでも火力上がるなら。ミラのベスト、未来式。緑化の指輪。あれ、緑化層ってなんかあったよね。あー、いいね。回復速度上がるんだ。あ、めちゃくちゃいいじゃん、これ。あー、早い。すげえ。あ、いいの手に入れたね。あ、いけない。油断せずね、敵が出てくるかもしれないからね。あー、ここに来るのか。わ、これちょっと頑張って戻ってみようか。よし。あ、いいこと思いついた。これ落ちてさ、復帰のところに行ったら、あ、いや、でも着地で死んだ時はここだ。ここに出てきてきたね。いやー、甘かったか。じゃあ戻ろう。着地で死んでたからね。で、あれだね、ここ、あれが出ないんだ。槍投げてこないからもう、おー、びっくりしたー。これじゃねえよね。やれ、やっちまえ、もう。ナイスー。1万超えてるからね。いやー、嫌だな。これ油断してて、実は裏切りましたみたいなパターン嫌だな。もうねー、めっちゃ怖え。怖え、この間が。おー。よし。落ちるの期待したやろ牛の遺骨。あ、でも、まあまあまあ。あ、でもあれだ。いたわ、最後一体、そこ。あ、てか、回復してる。あ、気づいてよかったー。ほい、ほい。2発で引いて。いや、今のでやっぱスーパーマンつくもんね。まあ、でもコンボに組みやすいね。両手持ちにするとね。むずいな、これは。とりあえず、レベル上げて、でもレベル何上げよっか。そろそろ、HP 上げとく？ライフ欲しいよね。持久力も欲しいんだけどね。まあでも、まずライフ。そうだなぁ。ライフかな。おー、伸びた伸びた。あ、いい感じ。よし、じゃあ、今回ここまでにしましょう。いや、いい感じに進んだ。結構長めに撮ってしまったけど、だいぶカットが多い、かったんじゃないかなと思う。編集の俺頑張ってもらおう。はい、ということで動画見てる方は、ここまで、ライブ見てる方は、もうここまでとなります。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。まあ次回また新しいマップいけそうだしね、頑張っていこうかなと思います。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。